どうも、映画トークチャンネル余計なお世話でーす。みんな、再生してくれて、せーの、ありがとうねー。なんて毎度あ、毎度ね。西江戸と来て何で来るかなーって思ったら。毎度。商人になるってね。商人になる。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手に対応していこうというチャンネルとなっております。今回はゲスト解説員で柳生玄ちゃんに来ていただいています。よろしくお願いします。どうも、お女神侍柳生玄十郎です。イエーイ。あんまりやってないから合わなくなってきました。はい、ということで今回は前回前々回に引き続きですね、名作シリーズ、名作映画シリーズの、まあ、予習動画というか、はい、初級中級上級ということで分けてね、皆さんの SNS での質問とかも、汲み取りながらゲスト解説員に解説していただこうということで、今回はアメコミ映画の、いよいよ上級編。上級編ですか。何やろ。上級編ということなので、はい、もうある程度初級はまだ見たことない、中級は1回は見たぐらいの感じ、上級はもうなんならもう全然覚えてるし、なるほど、今もファンで見てますみたいな感じの、質問ということで、ほら今、はい、初級編中級編ぐらいの、はい、自分がせえなと思う人はこれを見てる人はもうそのまま画面を叩き割る中に、はい、そんなことないよ。あ、そうだ。別にその戻るボタンとかそのワンクリックでいけるからこの時代は大丈夫です。あ、じゃあ安心や。どうですか今のところ初級、はい、中級ね、いろんな質問ありましたけども、うん、なんか僕の中でも発見がある感じというか、おー、なるほど、なるほど、そう、あの知ってたけど、うん、知ってたけどさ、でもそういう見方かみたいな、そのユニバースのね、中級での話とか、うん、結構発見があったので、なるほど、ありがたいことでございます、うん、はい、ということで上級編、はい、はい、まず行きましょう、うん、コミックでも、うん、あ、もういきなり細かい話ですけど、コミックでもエターナルズは多種多様なキャラクターの集まりなのですが、うん、映画の感想でポリコレすぎると批判する人が多いのはなぜなのか分かりません。どうですか、現地はこれは。まあ、僕は別に何とも思わないけど、言ってる人は視野が狭いんでしょうね、シンプル。ちょっと上級になると急になんか尖り始めてる。視野が狭くて知識がないんでしょう。そういうだけの話です。どうなん、これよくあるんじゃない、この人種問題じゃなくても、うん、原作を、うん、なんていうのかな、原作原理主義じゃなくてもいいんだけど、うん、原作と違うじゃんなのか、うん、こう、その、実写映画になった時の、批判みたいなのあるじゃない、うん、時には。その、原作と違うとか。ああ、まあまあまあ、なくはないよね。もしくは、うん、知らずに批判したら、原作とにはそれがあったみたいな。じゃあ、一言言わせていただきましょう。はい、ちょっと原作に文句を言っていいのは、原作を知ってる人だけです。これは、その、いろんなことを。原作に思い入れがない人の文句は、何にも響きません。はいはい、なるほどね。でもやっぱあるんだ、その気になる、これは気になりますね。例えばツイッターでも YouTube のコメントでもいい、はいはい、だからその、はい、MCU とかも DC も、うん、同じですけど、その、うん、原作と全然違う設定になったりすることがまたってあります、うんうんうん、トニー・スタッフ全然違います。そうだね、あんなキャラじゃないです。それは中級編でも話しましたけど、キャプテンアメリカもあんなキャラじゃないです、はい、いろいろあります、はい、なんでバッキーとあんな、うんうん、バッキーのは年上っぽい感じじゃないやとか、うんうんうん、いろいろありますよ、うんうん、でもそれに関して文句言ってる人誰もいないんですよ。なるほどなるほど。でもコミックの、あのいわゆる原理主義者、はい、原作原理主義者からすると、うん、なんでバッキーがあんなサイドキックじゃなくてあんな先輩面してんの、うん、なるほど、が気になったりするんですよ、はいはいはい、それをまず言ってもないのに急にエターナルズで文句言い出しても何にも響きません。なるほど。君はまずそのキャラクターに思い入れがあるのか。そうだね、っていうことですよ。まあ、誰かわからないけれども、はい、思い出もないのに文句を言うな、うんうん、だからそのだからこれ難しいのがさ、こんだけこうメインストリームの映画にね、はい、こうアメコミ映画がなってきた時に、はい、表面上情報だけで知ってるみたいな人もいるじゃん、はい、ウィキペディアで調べたとか、はい、文字で読んだ、原作読んだじゃなくて表面上っていう言葉ですね、はい、まさにその通りですよ、はい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 、薄っぺらい知識をもとに上面も、ね、原作はこうなんだっていうなんとなくの知識、はいはい、原作読まずにその原作に何が大事なのか、はいはい、テーマが大事なんです。そこに描かれている何かが、そのテーマも何も分からずにただ原作ではこうなんだっていう薄っぺらい、もう足をつけたらパリンって割れそうな薄っぺらい知識をもとに文句を言うてる、非常に浅はか。そうですよね、はい、なので僕はもうあのエターナルズに関してはちゃんとその原作通りのテーマを描いていたので何にも問題はないです。なるほどなるほど、はい、だからこれね、こう根深い問題でもあるなと思うのは、うん、日本のね、原作のある漫画原作がある実写映画とアメコミの実写映画ってもう初級中級見てくれてたの分かると思うんですけど、うん、全然違うじゃない、うん、でその要はアース問題もあるし、うん、でも多分日本人って、うん、
今でもさ、例えばこう、なんでもいいよ。なんか漫画が、原作が映画化になります。ブロケンでもなんでもいいですけど、うん、なった時になんか見た目が違うとか、似てないとか、でなってきて、日本のこう漫画実写映画ってこう、なんかコスプレショーみたいになってっちゃうよ。かわいそうなことにね。なんか見た目にまず寄せなきゃみたいな。でもそうじゃなくて、その作品の、本当は、それこそテーマとか、魂を実写化してるみたいな。そういうことです。なんかこう、みんなビビっちゃってこう、まず見た目から入ろうみたいなことになっちゃう。けども、そもそもアメコミ映画と日本の映画の成り立ちは違うから、だから批判してる人のその原作と違うじゃん。改変、悪変されてるみたいな。これは良くない改変だとか、言われて言う人いるかもしれないけど、いやいや、アースが違うから、まずね。まあね。そういう、だからなんていうのかな、成り立ちが違うから、同じ土俵で同じ視点で批判ができないっていうのがあるんですよね。それをだからちょっと踏まえないと、原作だとこうだったのに、とかはもう、お門違いよってことですね。そういうことですね。はい。それが今後も続いていくという。もちろんもちろん。ことでございますから、気をつけてください、はい。続きまして、スパイダーマン、このノーウェイホームの続編、これは必要だと思いますか？これは、まあ、たまにね、ツイッターでも見るんですけど、要はその、まあ、トビー・マグワイアとか、あの辺のね、まあその、アメスパラ辺の、アンドリュー・ガーフィールドかの、とかの、あの後の話とか、やらないんで、やってほしいみたいな、要はその世界軸に戻るじゃん、あれ。ノーウェイホームの最後でね。世界線に、元の世界線に直されて戻された、スパイダーマンの、例えば、アメイジング・スパイダーマン3とか。いらんもん。それはどうですか？それをやったわけですから。今回。まあ、ここで終わんないとですね。それをやったっていうか、それをやったことにしてくれんと、こっち飲み込めないよ、あれ。そうね。なんか、ブチギレ会になっちゃってますけども。まあ、だからその、で、必要ないってことですね。いりません。1ミリも必要ないです。これだから、なんか、MCU 続いてて嬉しいけれども、続くことの辛さもあるじゃないですか。なんかこう、完結、気持ちよく完結してくれる良さもあるじゃん。続きが見たいなっていう、まあ願望なくはないけど、でもなんかこう気持ちよく、例えばその、サムライマン、スパイダーマン3部作でもいいんだけど、あのね、はい、DC もマーベルも、最後こんなあれ方しますよ。どういうことですか？なんか、終わったのか、あれ。っていう終わり方になります。と言いますと、それは、要は、これで終わりです、はい、できません。それは、コミックがそうだから。そうです。あー、なるほど。コミックはだってもう何十年も続いてるもんね。何十年も続いてます。だから、突然続きが始まったりします。はー、コミックはね。要は、はい、終わりなんてものはできないわけですよ。ないもんね。シリーズものにおいて。完結編なんかないからね。だから一生終わりっていうのは来ないです。この、その、MC も DC も。MC も DC も、多分最後は、ふんわり終わります。なるほど。え、あれめっちゃ続きそうなポスクレやったの、あのポスクレの後ないので、終わります。これね、次の質問で MC 終わりがあると思いますか？もし終わるとしたらどんなに終わるでしょうか？終わりません。終わらないの？終わりません。これだから大人的な目線で見ちゃうとさ、あ、もう興行収入下がりだし、あの、終わってほしいと思ってんのはこっちのわがままだけです。なるほど。その続きが見たいもこっちのわがままなだけで、あの、ファンのわがままを商業に持ち込むのは一番良くない。まあそうだよね。と僕はザック・スナイダーズカットで思いました。6時間心底。まだ見れてないんですけども。あれは僕、見れてよかったけど、作るべきじゃなかったなと今思ってます、正直。まあもうザックがいろいろあってね、離れちゃったから、戻ってきたしやってみようっていうことだと思うけども、そういうことじゃない。じゃない。だから、変にこう、お客さんの希望に応えちゃった。そう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 。あのキャラ生き返ったらええのに、とか。ああいうのは本当に良くない。そうね。一部のファンのわがままなので。まあ、なんか、その、なんかさ、政治じゃないからさ、映画って。その、商業ではあるけど。別にその、マニフェストがあるわけじゃないし、ない国民のこう意見を反映させることが作品作りではないというね、むしろその、それって予期できた展開になっちゃうじゃん。言ってしまったらね、その、望んでたことだ、あ、俺が見たかったやつ見れたってなんか良さそうな感想だけど、実は、その、クリエイターとしてはこう予定、予想範囲内みたいな。そういうことです。お客さんが想定する範囲内のことじゃないですか。そういうことです。でも、本来そのね、映画作りというか、このアメコミ映画に関わらずですけども、やっぱ、
展開でも何でもいいけど、こういうはカメラアングルなんだとか何でもいいんだけど、うん、あらゆる面でやっぱ意表をつくみたいなこと、うん、やっぱこんなの見れんのみたいな、そうです、ね、それが本来のこうクリエイトみたいな、ね、うん、僕もやっぱストーリー作ってその好きな側の人間なので思うんですけど、あのね、あの例えば一番最近だとあのクイックシルバーのキャラでしょ、はいはい、あの出てきて実は偽物でしたみたいな、あのワンダービジョンの、はい、とかありましたけど、はい、あれに対して文句言ってる人の神経が僕にはわからないんです、全く。あ、文句言う人いましたね、ええ、はい、なんか別に良くないあれはあれでサービスやし、なんで違ったんだよみたいな、ね、うん、なんかね、ああいうメンタリティーが僕全く理解ができなくて、それと同じでその終わりが欲しいとか、うんうんうん、あれの続編が欲しいとか、うんうんうん、僕そういうメンタリティーが僕全くゼロ、なるほど、何にも共感ができないんですよ。なるほどなるほど。あの求めるのは悪いことじゃないけど、はい、それを与えないのは悪だまでいくでしょ。まあだから怒っちゃうってことですね。そう。あれは本当に良くないです。まあそうだよね、愚かしいなとちょっと思うぐらいのことで、だからさ、それはさ、うん、それがさ本来の作品とファンとの距離感のはずなんだけど、多分そのあのインフィニティ・ウォーっていうめちゃくちゃ面白い映画があって、ありましたね、でエンドゲーム良かったんだけど、うん、エンドゲームってやっぱありがとうございましたが強かったじゃないですか。ちょっとね、ちょっとこの聖地巡礼があって、僕的にあれは見たもんじゃなかったので、そうだよね、うん、なんか聖地巡礼というか、うん、あの時のニューヨーク戦だみたいなのがあったりとか、裏側を見せるみたいな、ね、そうそうそう、あれは面白かったけどね、で、うん、最後はもうみんな出てきます、そう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 、でエンドロールはみんなのサイン付きですみたいな、あったね、でそういうことを、うん、ある意味功罪じゃないけどしてしまったので、うん、民意を取り入れすぎるというか、そうです、うん、寄せてた、接待してもらってる感じというか、うん、なんかいや嬉しいんだよ、嬉しいけれども、うん、でもそれってコミコンとかでいいじゃん、そうやね、その俳優さんが出てきて写真撮れてとか、ね、握手できてとか、うん、もしくは YouTube でなんかわかんないけどみんながこう集まってる動画を見るとかが、うん、もう十分感謝の気持ちは、うん、もう皆さんのファンサービスは伝ってくるから、うん、なんかそのなんかそうじゃなくてもう作り手は作り手で理路整然とやりきってほしいというか、うん、なんかこう走りきってほしいというかね、そう、うん、そうね、だからそのまあもう話戻りますけど、はい、終わりはないという、まあそういうことです、終わりはありません、はい、だからこれがこう普通の映画とか漫画とか日本人の我々が思う映画シリーズ、うん、漫画シリーズ、うん、とはちょっと違うというか、あ、もうもうそれは常識を一回捨てて、はい、日本人は仕方ない、日本人には日本人の、うんうん、あのいわゆるオタクメディアがいっぱいあるんで、そうですね、それはもうその常識にとらわれるのは仕方ないんですけど、うんうん、残念ながらその日本人の常識ってのは通用しません、アメコミにおいては。だからしかもケビン・ファイギーはそのまあ、映画だったら本来3部作に収めましょうよとかだけども、アメコミ、動くアメコミね、を作ろうとしてるわけですから。そういうことですね。すでにマイティーソーは4作目なわけですよね。そうだよね、うん。だから普通は3部作がちょうどいいとかっていう映画界の常識とかを結構無視して、うん、いやいやコミックですから。そういうことです。動く、ま、漫画ですからっていう。シンプルに一シリーズが終わるだけです。はい、はい、はいはい。キャプテンアメリカの 1,2,3 は 1,2,3 で一シリーズ終わっただけで、うん、またキャプテンアメリカは続くので。うん、なるほど。はい。だからちょっと嫌な見方ですけど、うん、興行収入が落ちたりとか、うん、例えばディズニーが倒産するとか、うん、なんかもうアメスパの時じゃないけど、うん、とんでもないこう不可抗力みたいのが発生して、うん、ブツって終わる、終わるとしたらブツって終わるみたいなことですね。まあそうですね、そういうことですよね、はい、ね、だから常識を捨てようって話になっちゃうんですよね。そういうことです。日本人が持ってるいわゆる漫画とかアニメとかの常識をもう適用できません、アニメコミには。なるほど。一切だって80年やってるんですよ、もともと歴史がね、桁が違います。はいはいはい、キャラの数も違うし。そうだよね、うん。だからそこからまずは変えていこうという。そういうことですね。ことでございます。はい。ということで、ちょっと取り留めもない話になってしまいましたけども、上級編以上でございます。はい。ということで、初級、中級、上級すべて解説終わりました。おい。現地いかがだったでしょうか。いやー、なんか良かったんじゃないですか。良、はい、かったです。僕も結構、ここまで行ったのは初めてですよ、多分。あ、本当ですか。ええ。生配信でも全部濁してるんで。エターナルズがどうこうってめっちゃ聞かれるんですよ、最近。あ、そう、そうなんだ。うん。もう、何言わせたいかが見え見えなんで。なるほど。絶対に言わないって決めてるんですけど、なるほど。なるほど、なるほど。はい。ここでね、初めて言いましたけどね。人様のね、チャンネルでは。そうそうそう。自由にやりますから。聞かれたらいい。なんかね、はい、こういう形で聞かれ
れたら言いますね。なるほど、ありがとうございます、はい、ということでいろいろね見直せたんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんコメントでいやいやこういうことも聞きたいですとか、うんうん、あれば、うん、ちょっとシリーズ第2弾と言いますか、あいいですね、また改めて逆にあの DC だけに絞るとかね、あそれもいいと思いますよ、そっちでもちょっとやってみてもいいかなとか、ね、どちらかっちゃうんで、ね、どちらかるからね、はい、どっちかに絞るのもありかなと思っているので、うん、よかったら皆さんコメントで、いろいろご意見お聞かせください、はい、はい、ということで、最後まで見てくれてせーのありがとうね、あそう、ま、忘れてた今、え大きにでしょ、1個目わし何言ったやろと、そっか毎度か毎度や、ちょっと熱くなりすぎですよ